昼ならもう食っちまったんだ。お腹いっぱいだよ俺たち。っていうか胃がもたれてる。ひどいよ。練習が忙しいからせめてお昼ぐらいは一緒に行って楽しみにしてたのに。悪かったよ。お詫びの印としてこれやるから。え、いいの？食べてくれるだけで俺たち助かるんだから。え、うんうん、いいから取っとけって。きます。あなにこれ、超激まず。純情ランチウォーズ。無理やり押し付けられた？そうなんだ。あの弁当は空手部の師匠の丹下に強制的に買わされたんだ。サッカー部だけじゃなくて他の運動部も軒並み押し付けられたらしい。うちの部でも買わされた。私も食べたけど本当にまずいよね。でもどうして？丹下さんちってお弁当屋さんじゃないよね。ああ、あれは駅前の桜弁当のだよ。桜弁当？はい、お好み弁当50個。うっせ。でもお昼に買っていたばかりなのに。丹下くん、無理しなくていいのよ。無理なんてしてないっす。さくらさんの作る弁当がうまいからみんな喜んで買ってくれてるんすよ。なあみんな。うっ、それなら嬉しいけど。明日のお昼も100個お願いします。お願いします。いやだ、明日もみんなに売りつける気でいるみたいよ。いつも助けてくれてありがとうね、丹下くん。さくらさんのお役に立てて自分こそ嬉しいであります。うっす。うっ、やべ、こっちに来るぞ。おお、サッカー部、いいところであったな。このとっても美味しいお好み弁当、特別に売ってあげよう。え、昼に食べたばっかなのに。なんか文句あんのか？いや、文句なんて、ぜな、おいまち。え、慎んで買わせていただきます。よーし、じゃあ20個ほど売ってあげよう。なにあれ、威張っちゃって。空手部員引き連れて、まったく。万里までいるじゃない。どうしてこういうことになっちゃうわけ？はぁ、どうやら甘い香りがしてきたわよ。甘い香り？そう。恋の香りよ。恋？そうなんだ。首相は弁当屋のさくらさんに恋してるんだ。やっぱりね。あの丹下がマジかよ。マジもマジ。大マジさ。さくらさんの弁当屋、ここのところ売り上げがガタ落ちで、潰れるかもしれないんだ。そこで首相、俺が何とかしてやるんだって張り切っちゃって。でも私の勘じゃこの子うまくいきっこないわね。どうしてよ？だって考えてもみなさいよ。子供なら泣き出しちゃうこと間違いなしの怖い顔。とても中学生とは思えないごっついがたい。しかも気が短い上に喧嘩っ早く乱暴者って話じゃない。まあ言ってみれば美女と野獣よね。そんなこと言うなよ。俺はわかるぜ、同じ男として。叶わぬ恋にのめり込むその気持ち。じゃあお前が全部食ってくれよな、この弁当。え、ともかく力に任せて弁当を売りつけるのはやりすぎだな。ますます評判が悪くなる一方だよ。一緒に行動してるとバンリ君も同罪になっちゃうわよ。なんだい、みんな言いたいこと言って。首相は、ああ見えてもとっても優しい人なんだ。あんな怖い顔してるから誤解ばかりされるけど。でも、さくらさんだけはいつも優しい笑顔を向けてくれてた。首相、それが嬉しいんだと思う。だから僕、この恋だけは協力してあげたくて。
ごめんね、バンリ君。丹下君のことよく知らないでひどいこと言って。悪かったよ。でもやっぱこの弁当は。毎度って。なんや、えらいくらいな。電気つけた方がええんちゃうか。つけろ。うわ、何食いもんほかしとんねん、おい。もったいないことしたらバチ当たんで。バチ当たり。よかったら差し上げますよ。何？全部ええんか。どうぞ。しゃあないな。そこまで言うんやったらわいがいただいとくわ。偉そうやな。どないした監督、大丈夫ですか？洗面器持ってきましょうか。うまい。やっぱトラブルうまいもんないな。人は見かけによらないってか。そうね、笑っちゃ悪いよね。あ、メールだ。小生空手部3年の男子です。三雲町駅前商店街の桜弁当を設けさせるにはどうすればいいのか。これ、丹下さんからの相談メールだよ。でも、いくら風水で占っても、あのお弁当が売れるとは思えないんだけどな。ごめんごめん。ドクターリンの占いはパーフェクトだもんね。よーし、頑張っちゃうぞ。我が風水を司るシェンロンよ、ハウユンライラ、この乙女の願いを叶えよ。食欲を司る赤に金運を上げる黄色ね。この2色のラッキーカラーをお弁当に使えば美味しくなって大繁盛間違いなしだって。今日はサッカー部は30個な。30個。ええ、実はドクターリンに占ってもらったラッキーカラーのおかげで売り切れ間違いなしなんで。え、ドクターリンが？うん、ええ、だから売り切れる前に買っとけっつーの。おいしいおいしい桜弁当、ドクターリンもおすすめだよ。こら陸上部、うりゃテニス部、水野球部、バレー部のやつる。今日は愛妻弁当なもんで。一体どうしてなんだ。ドクターリンの言う通りにしてるのにこんなに売れ残るなんて。これじゃさくらさんに顔向けできんじゃないか。何これ、昨日と変わってないじゃないの。そう、見た目だけじゃなく味も何も変わってないよ。というよりますますまずくなってるような。悪夢だ。ドクターリンに占ってもらったから売り切れ間違いなしとか言ってたけどよ。ドクターリンの占いもこれじゃ当てになんないな。そんな、どうしてラッキーカラー使ってないの。これじゃドクターリンの信用ガタ落ちじゃない。ドクターリンはお弁当にラッキーカラーを使えって言ってたと思うんだけどな。本当だ。お弁当屋じゃなくてお弁当に使えって書いてある。丹下のことだ。慌てて読み間違えたんだろきっと。まったく。いいか、さくらさんが精魂込めて作った弁当だ。残さず全部食えよ。ちくしょう、ドクターリンのやつめ、とんだインチキをしやがって。正体が分かったらぶっ飛ばしてやっからな。ドクターリンはインチキなんかじゃないわよ。ん？何が？あなたが間違えただけでしょうが。なんだと？これをもう一度よく読んでみなさいよ。ん？なんだ、ドクターリンのホームページじゃねえか。こんなもんすっかり覚えるほど読んだっていいの。じゃあラッキーカラーをどう使えって書いてある。何言ってんだよ、ラッキーカラーを。え、お弁当に使え。そうか、弁当に使うのか。でもどうやって使えばいいんだ。赤と黄色の食材を使えばいいんですよ。そうすればきっとお弁当は美味しくなって売り上げも元に戻るはずです。ドクターリンの占いに不可能はないですからね。よかったら私メニュー作りますよ。お弁当が美味しくなるなら私も手伝うよ。私も。俺たちにできることがあれば協力しますよな。お前たち
みんなの気持ちはよーくわかった。そういうことならありがたく弁当作り手伝ってもらおうじゃねえか。アク抜きしたところで塩コショウで味を整えて、さらに1時間煮込み、大変そう。あ、何よこれ、初級者向けの料理レシピじゃないのよ。私には上級編は無理だっていうの？バカにしないでよね。明日は大事なお弁当作りのコンペなんだから。皆さんすいません、せっかくの日曜日なのに。悪いね、私の具合が悪いばっかりに娘どころか皆さんまでご迷惑を。いいんですよ、さくらさん、お父さん、こいつらどうしてもやりたいって言って聞かないんすから。あ、もちろんバイト代なんていりませんから心配無用っす。なあお前ら。うっす。そのつもりでも丹下に言われると腹立つのはなんでだ。調子こいてないあいつ。それでは弁当コンペを開催する。お前らの作った料理の中で一番うまかったものを桜弁当のメニューとして採用する。審査は桜さんとお父さん、そして男子全員の意見を聞いて審査委員長のわしが判断する。いいか、くれぐれも赤と黄色の食材を使うことを忘れるなよ。言われなくても分かっとるっちゅうの。分かったか。分かったら返事。はーい。返事はウースだ。ウース。試食タイムだ。まずは私のお弁当ね。いろいろ悩んだんだけど結局シンプルなお惣菜にしたんだ。きんぴらの人参で赤、卵焼きで黄色だよ。いまいち味が大雑把。もう激うま大好き感激。私はこれよ、三色ロールサンド、綺麗でしょ。へえ、凝ってるね。いちごジャムかと思ったら練り梅なの。あ、ちなみに黄色はたくあん、緑はわさびね。思い切って全て和風にしてみました。すんなっての。で、私のお弁当はメイリンスペシャル風水開運弁当の山盛りカニ玉丼。あずかくん食べてみて。それじゃいただきます。はい、風水開運弁当なら私が家で作ってきたのが本物よ。赤ピーマンとキピーマンのチンジャーロース、本場中国仕込みよ。リンリン、なんであんたがお弁当作ってきてんのよ。いいでしょ、私だってお弁当くらい作れるんだから。さあアシカ。ダメよ、私の方が先。私だよ。私だって。私だってば。私が先よ。私だってば。またかよ、ただ飯の匂いや。よし、ワイがどっちがうまいか決めたるわい。まずはこっちから。あ、うまい。あんこ空中が見える。ただやのになんでや。とってもおいしいわ。これなら絶対売れるぞ。まあ当然でしょ。よくやったなチビ。よし、弁当はこれで決定だ。文句のある奴はいないだろうな。準備は OK だ。わしらは店に残るから、お前たちは駅前で思いっきりビラを配ってこい。うっす。シンシア頼むよ、
首相の恋の行方を占いたいんだ。頼みたいならスカートぐらい履いといてよ。ま、今日のところは多めに見てあげる。ありがとう。私の秘めたる力を込めたタロットカードよ。首相の恋の行方を教えよ。死神のカード。なんだよ。こんなのとても首相に言えないな。よろしくお願いします。中華お好み弁当お買い得です。とっても美味しいです。新発売です。お願いします。お買い得ですよ。買わなきゃ損です。終わった。お店の方はどうなってるかな。きっと大繁盛よ。お弁当全部売り切れてたりして。ただいま。あ、もしかしてこれ。全然売れてないんだ。そんな。あんなに頑張ったのに。赤と黄色のラッキーカラーを入れても売れないなんて。もしかしてここにも邪気が。これでうちも倒産かね。まさかさくらさんのお父さんが邪気をまとってるんじゃ。弱々しい物腰、青白い顔色、見るからに邪気っぽい。何ですか。え、いや、何でも。違ったみたい。じゃあ一体どこに。これだ。あのそれはうちの創業以来使っている炊飯器なんですけど、何か。いえそれが。また例のやつか。そうなの、皆さんいつまでも落ち込んでたってしょうがないですよ。もう一度ビラを作って配りに行きましょう。そうね。じっとしてるよりいいわよね。賛成。よし、今度はわしも行くぞ。私らも行きます。店番は私に任せて。よし、やるぞみんな。じゃあ店の方は頼んだぞ。神秘の力、我に与えよ。ホーリーベイビーダ。お弁当がまずくなったのも、お客さんが来なくなったのも、みんなこの邪気のせいだったのね。気の流れを正し、幸せを呼ぶ、ティンハーモンテ。いくらなんでもこの格好じゃ。誰だ。私はドクター・リン。もう大丈夫、きっとお弁当は売れますよ。それから、なんかの PR か。売り切れたのは皆さんのおかげだわ。イエーイ。礼ならタンゲさんに言ってください。え、俺たちタンゲさんのために集まっただけですから。首相の人柄なんです。そうなんです。お前たち、タンゲくん。え、本当にありがとう。こんないいお友達がいるなんて。タンゲくんは素敵な人なのね。さくらさん、自分はさくらさんのことを。お店も落ち着いたし、父もすっかり元気になって、これで私も安心して結婚できるわ。結婚。ええ、
丹下くんも式にはぜひ来てね。そうですか、それはおめでとうございます。いや、よかった、それよかった。やっぱ死神が的中したか。お昼といえばスミレハンバーガーしかない。スミレハンバーガー、スミレハンバーガーはいかが。スミレハンバーガー。バンリー、どうなっちゃってんの。今度はハンバーガー屋のスミレちゃんなんです。さあさあ、おいしいおいしいスミレハンバーガーだよ。もう勘弁して。気のパワーを龍って呼ぶの。そのパワーの流れを龍脈といって、龍脈が通っている場所に建物を建てると、そこに住む人はラッキーになるって言われてるんだ。久しぶりの友達と仲良く話したい、あなた、風鈴の鈴の上にピンク色のリボンを結んでね。リンリン、駅前にブルーベリーのアイス食べに行かない。いい、食べたくない。リンリンの好きな杏仁豆腐味もあるよ。いいの、もうほっといてよ。変なの、どうしちゃったのかしら。次回、リンリンショック、奪われた水晶玉、ハオユンライダー、私が必ず取り返してあげるからね。